秋の旅行、これもね、決まりました。2泊3日でございます。杉山、お前過去に仮想通貨詐欺やってんだろ。はい、これ初犯ですからね、杉山武宏。結構紹介してるんでしょ、さっきなんか封筒もらってましたけど。秋旅行行くんでしたっけ。いや、僕はただ行けるだけのあれはないので。いや、一番お金もらってたでしょ。やめなさい、人の顔勝手に撮るのは。いやいや、貴様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 。もうちょっとで、おかずですけど、ここの会が、ちょっとシークレットの会議室なんですね。お母さん、違法組織ですよね。勝手に CM 利用してますよね。何の話ですか。何の話。それは、はい、社長と電話させてください。 OK。 喂，不用不用不用，你就叫你就叫警察过来。就走。はい。もしお世話になります。あ、お世話になります。詐欺師だろ。ビジョンライフだろ。ビジョンライフ。はい。ポンジスキーム。逃げるんですか。ビジョンライフでしょ。早くやってよ。呼ぶから待って。後ろ空いてますよ。はい。おはようございます。本日はですね、9月28日なんですけども、あるマルチ商法の組織が秋季旅行に行ってるということで、秋季旅行にお邪魔しようかなと。ゲストとしてYouTuber 来た方が盛り上がるかなということで、今回の私がね、マルチ商法の組織の秋季旅行にお邪魔したいと思っております。場所は由楽城というね、旅館になるんですけども、その由楽城という旅館に2泊3日でビジョンライフというね、悪徳マルチ団体の構成員と運営陣が宿泊してるみたいなんですよね。今日は最終日ということで、ホテルからチェックアウトして成田山参拝に向かうっていうスケジュールをいただいております。まあ、そのね、由楽城というホテルから出てきたところから成田山に向かうまでを尾行して、でこっそりなんか自分もなんか近くにいて食べ歩きとかできたらなと思いますけども、まあ、今回4回目の突撃になるんですけど、この車ね、もうバレてるんで、相手に尾行がどこまでできるかというところが焦点になってます。今回もし由楽城というホテルから出てきたところ尾行できなかったり、ビジョンライフの構成員たちを見つけることができなかったら、ただの観光動画にしようかなと思います。まあ、たまにはね、そういう動画もいいかなと思いますけど、まあ、この続きがどうなってるかですよね。ビジョンライフのスケジュールでは9時半に由楽城を出るっていうスケジュールなんですけど、まあ、ちょっと早めについて周囲の確認だったり下見をしていきたいと思います。ビジョンライフね、今までも4回目なんで、どういう組織かっていうのは皆さん分かってるとは思うんですけど、ちょっとだけ、補足説明をさせていただきます。ビジョンライフはですね、商材として広告を再生できるプラットフォーム、アプリを持ってるんですけども、アプリの中で広告を再生します。 YouTube 広告とかに出てる広告をイメージしてもらえたらいいと思うんですけど、広告を見ることによって見たい人本人が収入を得ることができるという仕組みになっております。僕がね、いつも言ってるのが、その企業 CM をね、アプリ内で放送してるんですけども、 JR だったりキリンだったり花王だったり、まあ、日本の大手企業の CM が無断で使われてるんじゃないかということで、各企業の問い
合わせに連絡して確認を取ったりしてました。するとね、この CM に関してはもうどこのプラットフォームでも広告掲載してませんよっていう回答を得ることができました。なので無断使用は間違いないんじゃないかなというところですね、まあ、99% っていうのと、マルチ商法で必要な契約書面概要書面交付してませんよねというところ、あとは仮想通貨入金なんで暗号資産交換事業者とかね、まあ金商法の部分ですね、抵触するんじゃないかという疑惑を持ってます。はい、ということで多分次のシーン有楽城なんでしばしお待ちください。はい、ということで、有楽城に着きましたけど、ここ右方向有楽城ですね。これだな、インターナショナルリゾートホテルとか出てた有楽城、レストランとか使おうかなと思ってるんで今入ってます、うん、朝飯だけでも使えるのかな、うん、一般車ばっかりですね。そうですね、バスでこれだと思うんで、とりあえずちょっと下げてもらっていいですか。はい、バスが止まる駐車場あると思うんだよな、うん、ミーティングセンターとかある、ここでミーティングしてそうだな、うん、ミーティングであいつらなんか今日は突撃系 YouTuber いないんですねみたいなこと言ってたらしいんで、舐められてるんでね、じゃあ行ってやろうじゃねえかということで、来ましたよ、呼びました、地獄耳なんですけど、俺の名前使ってたら飛んでいきますよ。なんじゃこれ、すげえっすね、すごいな、なんかあれみたい、千と千尋のなんかあります、あの橋かっこいいっす、かっこいいってなるけど、大なり国際、ここが分かりさえすれば、尾行さえできればかなり、うん、ああ、ね、相手がバスなら巻かれる心配ないと思います。こっちに来てるっすね。そうですね、ミックスどんどん出てきますね、バスは。あれもあれですか、来るな、アルファです。いや、左に向かうの、あ、こっち来たの、はい、6人のセスコ、6人のあれだ、はい、ということでグレーのバスが、あれそっち、グレーのバス左側来ましたね、追うか、とりあえず、はい、ということでこのバスがですね、成田山に向かうので、とりあえずまあ我々もね同行させていただいております。とりあえず突撃とかそんなになんかやからみたいなことしないです。ただ僕は、成田山にロケに来ただけですね。観光を楽しみたいっていう、まあ、今回はそういうロケーション旅ロケ、ロケ旅、何て言うんですかね、旅番組、はい、まあ、こういう千葉県の成田の素晴らしいスポットを紹介する番組でございます。題名どうします、題名どうします、町ぶら、町じゃない、いや成田さん、なんだろう、ケンちゃんとビジョンライフのドキドキワクワク周期旅行、皆さんも僕のチャンネルで旅番組を見るのは初めてのことになるかなと思うんで、まあ新しいジャンルを開拓するということで、たまには楽しんでください。いつもなんかガミガミ言ってるだけで敬遠しがちな人もいると思うんで、一回こういう動画を見てもらって、あ、健三さんって旅番組をやるんだって感じで見てもらえたらいいかなと思います。
とりあえず向かいます。どうも、はじめまして。周期旅行の公式ナビゲーターを務めさせていただきます、伊勢クルオと申します。先に申し上げておきますが、ビジョンライフ公式ビデオ案内係伊勢クルことは何の関係もございませんので、誤解なさらないようお願いします。この旅での私の役割としましては、健三さんの邪魔にならない程度に随時登場させていただき、観光地の耳寄りな情報や豆知識などをお伝えしていくことで、皆様の一生の思い出に残るような旅のサポートをしていけたらと思っております。精一杯頑張りますので、温かい目で見守ってくだされば幸いです。ではまず、周期旅行旅のしおりをお配りしましょう。重要箇所だけも一緒に目を通していこうと思います。では最初のページ、すでに健三さんもおっしゃってますが、なんといっても最初の尾行が肝心です。失敗すればただの観光動画になります。それはそれで良きかでありますが、希望する方を願いながら見てください。次のページです。こちらはビジョンライフ構成員の見分け方についてです。成田さんにはたくさんの観光客が訪れています。まずは構成員と観光客、そして構成員の中でも運営陣と一般会員の区別の仕方がこのページに詳しく書いてあります。くれぐれも一般の観光客をビジョンライフ構成員だと勘違いしないようお願いします。なお、これらの映像加工は全てに対応できていないことをご了承ください。そしてこれが意外と重要、撮影を行った2023年9月28日にはまだビジョンライフシリーズの動画は1本も公開されていないということ。この事実を踏まえて動画を視聴するといろいろな気づきが出てくると思うぞ。皆様、心の準備は万端でしょうか。健三さんからのお知らせを挟んで旅の続きに戻ろう。それでは良い旅になりますように。一旦私はここで失礼します。レッツラゴー。はい、どうも、新宿109の健三です。本日なんですけどもね、皆さんにご報告があります。私、新宿109健三はアパレルブランドさんとコラボして服を販売することになりました。今回販売する服がですね、こちらのパーカーなんですけども、このバイオさんとコラボして作りました。僕がデザインさせていただいたのがこの花のマークなんですけども、本来はもともとバイオのデザインがあるところ、僕の方でこの三角の部分ですね、三角の部分を健三オリジナルでデザインさせていただきました。この花がパンジーなんですけども、赤いパンジーの花言葉がですね、思い出とか思想ということになります。僕の思想を受け継いで詐欺撲滅活動に参加していただける方とか、単純にね、新宿109健三の活動を応援してもらえる方に、まあ、募金感覚で購入していただけたらいいなと思い作らせていただきました。そもそもこのアパレルブランドバイオさんなんですけども、40年ぐらい前に六本木のクラブで流行ったブランドでして、今またね、この令和の時代に帰らせようということで社長さんから話をいただいて今回コラボすることになりました。皆さんぜひご購入よろしくお願いします。販売サイトの URL を載っけておくので、皆さん一度目を通してみてください。見てください、交通安全自動車なんて祈願奇獣だよ、奇獣だよ、成田さん、お、なんか神社あるっすよ。成田さんなのかな、あれは神社だ。神社見えた、また。バレないようにお願いします、はい、おばちゃんが見てますよ。見てますね。こっちの方が見やすいな。はい、ということで今ゾロゾロとビジョンライフの皆さんが降りてきました。鈴木がいるな、あの車、第2回で突撃した鈴木というおばさんがいます。うわ、多いな。カラフルだからちょっと分かりやすいかも。この距離だったら俺分かんないだろ。バスが3台目来ました。早速で申し訳ありませんが、ここで成田さんについて解説させてください。成田さんは
平安時代から1000年以上もの間民衆の人々に親しまれた信仰の地。そのゆえんは平安時代中期戦乱の最中、平将門の乱、鎮静を願って官庁が朱雀天皇の勅命を受け、弘法大師空海が開眼されたという高尾山神護寺の不動明王を成田の地に奉納し、熱心に護摩祈祷を続けたところ、平将門が敗れ再び平和が訪れたことから、関東守護霊城として成田山新勝寺を開山したことで今日に至っている。現在新勝寺は初詣の参拝者数が明治神宮に次2番目に多く、正月だけでも300万人を超える人々が参拝に訪れている。また近年では成田空港に近いことから外国人観光客からも人気の高い観光スポットになっています。要するに簡単にまとめますと、ここ成田山はとても神聖な土地なのです。以上、伊勢くるのでした。はい、ということで、まあ、成田山に来たわけですけども、結構山って感じじゃないですか。そうなんですね、神社は。おもろ、マジおもろ。あちこちビジョンライフ、でもめっちゃいいですね。あちら入ってみますか。いいですね。あ、ありがとうございます。こんにちは。店の方にゼロ農家、だいたい4号からだいたいこの色によって発売されるようになってます。すごい。目は後からつける感じですか。あ、最初に入れて、はい、そして叶ったら、とか1年終わったら、はい、目入れて収める人とか、ずっと叶わなかったからって目入れたまま飾ってく人もいますから、はい、紫は長寿と緑は健康と、一般的に赤が福なんですけど、黒地になるとか耳を盛り上げるっていうのができる。あ、これ黒かっこいいですね。だるまいいですね。はい、飾っておきますからね。そうですね、はい、あっちもあるんですか。こっちのお店ですけど、柿本ってちょっと違う、塗り方が違うやつも飾ってあるので、こちらは、はい、こっちにだるま、塗り方が全然違う。あ、本当だ。すごい。なんで音になるんですか。だるまさんが転んだって言ってな、七転び八起きっていう意味があるので、音が転んと、はい、だから柿本だるまです、こちら。柿本だるま、この1500円の黒のやつ、はい、流星ね、はい。これ、鶴と亀さんに、鶴が眉毛になってて、こちら亀さんになってます。縁起のいいもので、こう乗り込んでください。二人できました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあ、お気をつけて。ありがとうございます。とりあえず、バチブラとしての絵は撮れましたね。そうですね、はい、お買い物して、はい、上から見てみます。はい、そうしましょう。まだ多分中には敷地内にはビジョンライフの人間いないんで、うん、いいっすね。お、すごい、うん、こういうのでも俺好きっすよ、うん、すごいすごい、うん、そこの前に溜まってるのがビジョンライフ。バレてるかな。バレてないの。いや、バレてないとは思いますけどね。はい、あいつらもここまで来て帰れないでしょ。はい、すっげえでかいな。これで待つのありっすね。はい、なんか再生投げるとかあるっすよ。あそこに乗っかったらいいんじゃない。カメいる、見えるかな。カメだ。まあ、ギリギリ。まず10円入れます。下手の方に、ね、あイケポチャ、おい、あ、落ちた。これ中にエロ見えば、おっ、乗った。カメラマンも、あ、マジですか、ありがとうございます。これぐらいかな。ほい、はい、アウト。あ、アウト。え、マジで、いや、乗るまで、ちょっと早く乗せよう。おい、
あーし、よかった。素晴らしい。楽しいっす。はい、楽しい。ちゃんと満喫してる、まだ。右かな？あ、帰ってきたんじゃない？あ、多いな。ビジョンライフが敷地内に侵入してきました。ここの階段を登った後に建造が出てくるという二王立ちお疲れ様です。あれ奇遇ですね。お、先にお参りしてきますか。はい、お参りしましょう。CEO に確認したいんで様子見ますか。了解しました。撮影禁止とかあんのかな。たまにあるんですよ、撮影ダメ。あ、まあ、見えるところには今のところないですよね。おっと、ここから先大本堂の中は撮影禁止です。大本堂の様子が気になる方は新勝寺のホームページや撮影許可が出た行事の参加者が SNS などにアップしているのでそちらをご覧ください。ではここで新勝寺にゆかりの深い人物のエピソードを一つ紹介しましょう。時は徳川300年太平の世、庶民の娯楽に花が咲き数々の芸術や文化が大盛の時を迎えていた。そんな時代に芝居の魅力に取りつかれた一人の少年がいた。少年は大人たちの目を盗んでは芝居小屋に潜り込み夢中になった。少年の熱意はやがて大人たちの知るところとなり、若干14歳で見事に檜舞台を踏む。そして超人的な力で悪党を倒し続けるその姿に観客たちは大熱狂。時代の波にも乗り、彼は一躍民衆のヒーローとなった。しかし成田さんの不動明王は知っていた。幕が下ろされた後の彼の悲しい後ろ姿を、表舞台の華やかさとは裏腹に彼の心は失意の闇で閉ざされていた。彼は子宝に恵まれず、そのことを深く思い悩んでいたのだった。不動明王は知っていた。灼熱の大火の前で一心不乱に祈り続ける彼の姿を、ついに信心は実り元気な男の子が生まれたのだった。さてここからがこの男の素晴らしさ。男はお不動様に恩返ししようと成田の不動明王を題材にした芝居を打つ。するとその演目はかつてない大ヒット。江戸中で成田参りが空前のブームとなり、その人気が今現在まで続いている。ご存知の方も多いことでしょう。もったいぶってしまいましたが、この男こそ初代市川團十郎なのです。この時の初代團十郎の新人と成田さんのご利益がなければ、歌舞伎という伝統芸能も今の形を残すことができなかったかもしれません。市川家と成田さんは今も密接な関係が続いています。ちなみに歌舞伎でおなじみの見得を切るという独特のポーズの表情は、成田さんの不動明王の表情から来ていると伝えられています。以上、伊勢黒野でした。かっこいい。楽しいです。これが成田さんか、うん、皆さんも一度来てみてください。
新日本を見つけたらすぐ行きましょう。了解しました。とりあえず、こっちに行くかもしれない。わからないようにしてしまいます。ここに来るとは思わないから。社長がどこにいるかすんの、はい、ビジョンライフのやつらです。あ、写真撮ってる。撮りましょう。OK、了解です。行きます。はい、CEO を言うんで、ちょっと突ります。はい。おい、やってんね。おい、やってんね。おい。おい、おい、CEO だろ、ビジョンライフの。詐欺だろ、詐欺師だろ。ねえ。詐欺師でしょ。ちょっといいですか。いや、無理。何？詐欺師でしょ。ねえ。ねえ。え、広告撮ってるんですか。広告撮ってるんですか。広告。え、契約書面、概要書面巻いてますか。特商法違反ですよ。え、ねえ、契約書面、概要書面巻いてますか。日本語、ジャパニーズプリーズ。日本語わかんない。日本語わかんない。OK。ジャパニーズプリーズ、ジャパニーズ。詐欺ダメだよ。ビジョンライフで詐欺しないでください。観光ビザで来てますよね。観光ビザで来てますよね。観光ビザで来てますよね。おいっす、おいっす、こんにちは。おい、こんにちは。久しぶり。お久しぶりね。お久しぶりね。社長でしょ。社長、どうした、どうした、どうした。一緒に写真撮ろうか。いいですか。いい、 OK、 OK、 OK。お寺背景に3人。ああ、ダメダメダメ。俺オッケー。あ、有名人です。有名人。 YouTuber。 No。 ビジョンライフの社長さんですよね。店長さん、うん、一緒に写真。 OK OK OK。 これこっち来て、こっち来て。あ、撮りましょうか。どうも OK。 写真撮りましょう。どうも OK。 店長ちゃん、はい、この、あ、写真。いい。Hey, hey, please, please, please. Don't touch me. 無理、無理、無理。No, no, 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 no. It's me. 仲良くしようよ。ビジョンライフの社長さん。I'm Japanese superhero YouTuber. I'm Japanese superhero YouTuber. 有名人。有名人。はい。わかります。Japanese superhero YouTuber.ジャパニースーパーヒーロー、スーパーヒーロー YouTuber。 逃げんの？逃げじゃないの？逃げるの？社長、社長さん、逃げるんですか？楽しもうよ、成田さん、参拝しようよ。ごめん。あ、暴行暴行言う、見た、うん、はい、逃げました、逃げました。お、すごいわしね。ロレックス、うん、わかります。逃げましたけども、観光しましょう。観光、はい、一緒に、一緒にトゥゲザートゥゲザー観光。あれは運営陣ですね。うん、社長逃げてきましたね。逃げてきましたね。予想通りですけど。あの女の人とかいないんですかね。いつもこれ探しますか。じゃあ探しましょう。俺の顔見知り探しましょう。知り合い突撃、はい、とりあえずなんか買い物欲したいですね。おしゃれ。男気じゃんけんしませんか。男気じゃんけん、じゃんけん、ほい、じゃんけんぽ。じゃんけんぽ。何じゃんけんぽ。グーチョキパー、わかる。グーチョキパー。シザースペーパーストーン。じゃんけんぽ。じゃんけんぽ。
あっさー、うぅ、すごい。もう一回、もう一回、もう一回、おとぎじゃんけん、じゃんけんぽ、うん、おとぎじゃんけん、じゃんけん、ほい。あー、負けた。どういう動画これ。もう一緒に観光する動画になって、今日観光なんで、うん、楽しみますか。はい、楽しみましょう。あなた何歳？35。お、35。あ、お兄さん、私は33。おやす、俺の年上。年上、年上、先輩。あ、先輩、あ、先輩。35。あ、藤田です。エスエス、あれ、貴様、お前飛ぶわ。貴様、お前ヘラホラ男を連れてきて。貴様、黙れ。ハロー、久しぶり。どちら、海斗さん、おとといせろ、おい、ほまま、おとといせろ、バッガー。お前がする、お前がする。お寺の前で、はい、ごめんなさい。確かに、ごめんなさい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 、取らない取らない、侵害、迷惑、松野官房長官言ってる。あ、ニュースよく見てますね。あ、切られた。俺切ってないよ、天道だよ。あ、天道、俺切ってる。うん、ね、ちょっと仲良くしようよ。やめろっつってんだろ、はい、こっちこっちこっち取ってる。仲良くしようよ。握手、握手、とっとと見せろ。無理。一緒に観光行こう。遊ぼう。建造小豚が来てる。建造小豚が来てるらしい。遊ぼう。ノリ悪いね。ノリ悪いですね、今日。キスできると思ったのに。貴様、やってく、乗ってくんなかった。いや、普通に暑いんだ。あら、ごめんね。おう。はい、ありがとうございます。ダメだね。まともに働け。だから人の迷惑ばかりかけてさ、はいはい、こういう稼ぎ方、人のプライバシー侵害。え、でも調査会侵害、お前取るなっつってるのになんで分かんないの。こっちこっち、観光ビザで来てる、ね、お前バカか。観光ビザで俺に向けてませんでした。観光ビザで商売してる人います。観光ビザで商売してる人いません。だからそれを削除しろ。法律違反。お前は法律違反だよ。あ、俺も法律違反。仲間、友達。法律違反って分かっていない。そういうやつはね、生きる資格ないんだよ。生きる資格ない。分かるけどか。分かんない。あのね、お前のような迷惑 YouTuber がいるから、はい、YouTuber という職業に傷をつけてる。俺が YouTuber に。お前は結局、はい、金稼ぎのために手段を選ばないやつって自分は分かってないだろ。いや、分かる。こんなヘラヘラの男、どうしようもない面のしてる男連れてきてどうするの。ごめんなさい、確かにもうちょっとこの前ね、ヘラヘラしてます。俺知らない、知らんぞ、そんな。俺は産んだこの前ちょっと守ってくれた、ありがとうございます。取るなつてるのにお前が平気でやるっていうのはね、それは人間じゃないんだよ。楽しかったですか、湯楽城。お前と関係ないだろ。関係ないですね、確かに。お前に招待受けてるわけじゃないんだから。確かに。なんで俺に聞くんだよ、そういう。ごめんなさい、いや、友達だと思う。今日はね、ちょっとまともになってる気がする。まとも、そうす。だけど人に迷惑かけてばっかり金稼ぎはね、はい、こんなお前、地獄に落ちるぞ。地獄に落ちるぞ。一緒に落ちよ、ね、一緒に。金稼ぐのはね、俺も素晴らしいことだもん。ああ、だけど、お前自分の再生回数を勉強しろ。はい、すいません。マジ。でも、それだとね、稼げなくなっちゃうんだ。地獄に落ちたくないから今日3倍に来た。人の迷惑をかけて、はい、手段を選ばない、はい、平気でプライバシー侵害。ああ、そんなのはね、マジね、改めた方がいい。改めた方がいいって、ほら、言ってるよみんな。お前の母さん泣いてるぞ。泣いてる、泣いてるかな、俺のお母さん、ね、ごめん。知らんがな。ごめんなさい。で、貴様、名前、なんちゃら。え、貴様、どうだれもいいだろ、お前聞いてるんだろ。貴様って言うな。てめえが言ってるから。お前、手を出すな、指をすすの。指さす、お前。とっとと後ろの手。もう、なんで映ってるの、映んないで。映んないで。
友達友達おもてなしおもてなし私も友達友達素晴らしいビジョンライフ友達 お兄ちゃん35歳先輩八王子在住八王子在住、うん、素晴らしいなんで知ってんの大学も行けないやつ大学も行けない学校に、ね、誰かの影響を受けて迷惑ばっかりかけてる、はい、こんな健三君のために再生するされるのかなお前ねそういうことやってると稼げないんだぞ稼げないだけどまともに働けない何を言うけど健三君ばっかりかけちゃダメだよ本当泣かせないで、ね、お前先に泣け僕も泣いた方がよかったごめんなさいごめんなさいごめんなさいお友達になってください俺の迷惑わけなかけて友達になってもう駅で言うやつは友達になれねえお願いします友達今日はちょっとまとまりやな ありがとうございますまあいっぱい人いるんで、うん、あのね人の許可なしにね、はい、カメラ向けるんじゃないごめんなさい最低限のねお前も人間だからさ猿じゃないんだからおお、うん、人間になった守った方がいい、うん、そんな健三君を見てるやつが多分面白いと思うな。ああ、面白い。それでお前が再生をさ増やして稼いでるだろ。はい。ね。稼がせてもらってどれぐらい稼いでるのかな。再生。850万ぐらい。3ドルかな。850万ぐらい。お、嘘っす。1日？嘘っす。1日すごいすごいすごい。1日800。え？月30万ぐらいです。月30万ちょっとだけお前嘘つくないよ本当月30万俺が新宿の建造109だぜこの前俺に言ってきただろ、はい、知らんがなって言ったのに知らんのかいちょっとびっくりしただろ、はい、びっくりしました有名有名者めっちゃ見てるよあ本当ですかめっちゃめっちゃそうあのそうこの人あのねあのハンズオンダー置いてくださいねあ行ったんですけどすぐバレましたはい松尾さんそうなんですよすぐバレて運営なんか後ろの人たちみんな逃げてで今日でプロジェクト終了しますって話だえ終了なんか募集打ち切りますみたいな感じでしたねこんな感じだったこの時健三さんたちは知る由もありませんでした突如現れた青いテロップの謎の男これは後に発覚したことなのですが青テロップの男はマルチ業界の超大御所の人物でしたまさかこんなところに姿を現すとはこのあとすぐに男はビジョンライフを離脱し現在の行方は誰も知らないこのやり取りとても貴重です非見いつも言ってんやけど、はい、その結構影響がね、はい、大きくてそれで言うとこのグレーとか黒とかいろんなビジネスがあるでしょ、はい、でそれねやっぱりねあのまあ分かりながらきちっとやらないとダメなのが、はいはい、適当にやってる人たちがいっぱいいるの、まあ、で言われるのは当たり前なんですよ、はい、変動言われるのは、はい、だからそれにすごいこう一石を投じるっていうので僕はすごいこう、まあちこち行ってそのきちんとやってないとこ、はいまあ、入れちゃってる人守るとか、はい、そこは許してあってほしいけど、はい、改めて適当にやり散らかす人らはどんどん行ってほしいなと悪い人は、はい、そう、それがね、そう、本当きちんとやってる人真面目にとかっていう人とちょっと分けてほしいなっていうのは思うけどねそうあのねいきなり来てさ人の許可なしに向けてさ、はい、それは仕事面白がる動画を仕事とは分かるけど、はい、それでもさ松野官房長官まで怒っとるんだから怒ってましたねジョニーソマリの件逮捕されてるやつもいるしだからプライバシー侵害、はい、そしてね迷惑っていうのは本当考えてほしいお前6歳とかじゃないんだからいくつ言うことじゃん浅木35って言ってた35 あっちこっち他も行かなかったからね、はい、あまあまあまあ時間あまり取らせないけどちょっとソフトクリーム食べたいんでルピーちゃんも行ってもらうルピー行きたいんですけど教えてくださいルピーちゃんルピー教えてくださいよ知ってる人いっぱいいるけどさ、はいルッピー教えてくださいよ、うん、高野勇気が言ってるあれ高野勇気ドバイあドバイのね、はい、よくしてるねいやまあまあ、うん、まあまあまああのね集中してさ、はい、なんかやるっていうのはいいことだと思うはい、うん、褒められたさこいつさ褒められたどっちが終わらすのこれ私がこの前さこいつさ出たいんじゃないの違う出たいですかでもちょっと喜んであったあ本当ですか
まあ、喧嘩するほど仲いいってことじゃないですか。あ、まあ、雨降らん、あ、何したっけ、雨降って近づまる、はい、まあいいけどね、あ、あ、じゃあ今日はね、うん、ちょっと僕も観光してきますけどね。あ、せっかく来たんで、初めて来たんで、うん、メガネかっこいいよ、今日は。こいつなんとかしろよ。なんで僕なんですか。こいつさん、ヘラヘラ笑ってばかりでやばいよ。すいません、動かれへんやん、ね、はいはい、あ、そうだね。あ、じゃあね、あ、はい、ありがとうございました。また、また会いましょう。また、はい、次は冬の旅行で。冬の旅行で。あ、はいはい、あ、そうだ、これ。頭にはいいじゃないですか。いいっすね、こうやって仲良くなっていけば、あっちも喋ってくれるんで、うん、あと残りの子さんと鈴木さんですか。そうですね、探しましょうか。うん、やべえ、おもろいね。ちょっとなんか視聴者の人物足りないかもしれないです。ああ、そうですね、このままだと。いつもガツガツ言ってるんで、うん、でもやっぱこんな人いっぱいいるのと、この神聖な場っていうので、あんま荒らせないっていうのが正直なところ。うん、これだ。もう下っちゃう？はい、ビジョンライフの皆さん、日本人じゃない人も構成員でいっぱいいるんだ。ぽいっすね、はい、まあ、社長と追記できたのはでかいっすね。この神聖な土地あいつに踏ませるわけにいかないんで、よかった、あいつ帰らせて。はい、ちょっといないな。ワンピースみたいな黒系のワンピースの女っすね。あ、あれじゃない？あ、いたいたいた、マジか。こんなちょうどいる？普通。まだ俺が来たこと知らないだ、うん、とりあえずこの辺で待つか。了解です。おみくじあるよ。お、この突撃うまくいくかどうか。うまくいくかな。まあ当たり前に大吉のはずだけどな、こんなんやらなくても分かる。ほら、大吉。すげえ。すげえ。正義を行っているのに埋もれてしまって不正弱張りしたとしても何を答えることがあろうか。一度は誤解されてもあなたの正しさはきっと認められて高い地位と財産等を得ることができると。すごいじゃないですか。確かにやっちゃいけないことでやっていいことのこの線引きをしないといけない。これを僕らがちゃんとした上でこの正しさがきっと認められるんじゃないかと。まあ、正しいっていうのは人それぞれなんですけど、どういう動画これ。仲いいのかな。ああ、はい、ん、あ、写真撮ってって。写真 OKOK。 大吉撮りましょう。大吉、はい、チーズ、はい、チーズ。はい、まあ全体が映った方がね。オッケー。ありがとう。あいつどっか行ったな。どこ行きましたね。コウさん見てないんだよな今日。とりあえず一旦下降りて、はい、なんかソフトクリーム食べましょう。あ、ありがとうございます。同じとこにいんのか。面白い。ソフトクリームあの沼があるんだ。もうちょい見ますか。はい。今歩いているこの通りは成田駅から北へ800メートル続く表参道。江戸時代から門前町として栄え、今でも当時の名残をとどめています。成田は利根川の流れる関東平野のほぼ中央に位置しており、水運と温暖な気候に恵まれて多くの特産品があります。参道沿いには150以上のお店が立ち並び、成田の特産品を楽しめる食べ歩きスポットになっている。また歌舞伎に関するモニュメントもたくさんあります。参拝に訪れる際はお腹を空かせた上で足を運んでみてください。こんだけ回しといて何も店入らんって。カメラあった。うなぎ終わりましょうか。マジっすか。
こちらは1910年創業の老舗うなぎ屋川藤さん。職歴50年を超える職人が在籍しており、豊富な知識と経験をもとに良質なうなぎ料理を提供している。店頭でさばいて焼き上げるスタイルと秘伝のタレの独特で深みのあるまろやかさが人気を呼ぶ秘訣になっています。視聴者の皆様もとくとその目で召し上がれ。お疲れ様です。あ、めっちゃいいやん。写真撮ろう。いただきます。いただきます。ごちそうさまです。中で食べてますか？あ、マジか。あ、この間の浜松の司会の人かな、あれ。あ、司会の人です、司会の人。はい、いやー、うなぎ美味しかったっすよ。あ、美味しかったっす。久しぶりっす。浜松ぐらいっすね。食べる？食べない？食べな、ここで。ここにしましょう。ちょっと見てきます。高橋さんも来て。じゃあ後で会いましょうよ。いやです。もうちょいガツガツ言った方が良かったかな。いや。あいつはこの前詰めましたもんね。はい。天敵ですからね、僕は。マルチの天敵。あ、早く帰りて。もうお腹いっぱいになったし。やることやったし。骨董市。おしゃれ。ここになんか雰囲気のあるカフェがあるんですよ。チルチル。うわ、中すげえ。すごい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 。綺麗だ。ここは1974年創業の純喫茶チルチル。昭和レトロな雰囲気を残す映えスポット、そして若者にも大人気の喫茶店です。いいですよ、いいですよ。おはようございます。おお、すげえ。おはようございます。いただきます。教科書に出てくるクリームソーダじゃないですか。二人は頼みませんでしたが、チルチルの看板メニューはこちらのブルースカイクリームソーダ。二人とももったいないことしたな。いただきます。じゃあストローとかってついて、あ、ついてた、ついてた。初心者すぎる。なんか今日めちゃくちゃ知り合いに会わせて、知り合い会えますね。なんかもう声の大きい人たちが、縁を感じますね。いつか捕まるんですかね。捜査動いてくれないですからね。しかも被害者が被害者意識を持ってない状態なんで、それ難しいですよね。おじいちゃんおばあちゃんが YouTube 見てくれたらいいんですけどね。まあ、とりあえず1本目出したらどう反響あるのかっていうところですね。皆様、新感覚旗火番組はいかがでしたか？成田さんの魅力も十分に伝わりましたでしょうか？間もなく旅は終焉を迎えます。動画はもう少し続きますが、私はここでお先にお暇まさせていただきます。学生時代の友人とアポが取れてカフェでお茶をするのです。実に10年ぶりの再会です。では、また会う日まで。ごちそうさまです。とりあえず成田さん満喫しましたということで、
これからちょっと駐車場の方に向かいましょう。はい、まあ、もしかしたらまたなんか友達会うかもしれないですけど、それは まあまたご縁ということで。長距離の夢は連携も知ってるから。いい天気ですね。いい天気ですね。771。一旦入れるってコーナーに言ってた。コーナー。待ってれば来る。一番右のバス。出た。はい、どこにあった？ここ。俺も来るわ。やっぱ。すごい。もう一回。まだ会えてなかった。お疲れ様。行こう。成田さん。友達。友達、OK？ コウさん。どうして？どうして？今日優しいね。今日優しい。じゃあ乗りますね。ダメです。何してる？子供健三くんフレンドリーじゃなかったって言ってる。ああ。今日だけフレンドリー。Only today。Today is private。たまたま今日ビジョンライフの皆さんがいた。たまたま。俺知らなかった。俺知らなかった。見て、おすごいね。すごい。行きたい？ちょっと行きたい。よいしょ。おお、はい。おすごいね。はい。元気やん。ああでも疲れてそう。うん。何これ？カマキリ。藤田さんのペット。なんで俺の？返して。あっちに。優しいね。あ、行きますか。びっくりした。携帯奪っちゃった。乗らないんですか。まずお客さんを。ああ、じゃあ。大吉見せつけてやろう。あ、大吉です。あしらわれました。帰るか。コウさん。愛しのコウさん。愛しの。I love コウさん。I love コウ。She have husband。あ、結婚してんの。はい。年ない。ダメ。And die。And die。I love コウ。こう、アイラブこう。変態にやるぞ。変態。やばくない？俺誰？本当にアイラブユーこう。Yeah, I love you. いいです。あ、わかりました。振られました。振られた。コウさん、俺は諦めませんよ。ダメ。ケゾ君じゃね。気をつけてください。気をつけて。気をつけてください。どうですか、ここの終わり方。実際セミナーやってるわけじゃないんで、今日はあれかな。うん。まあ、周期旅行だし。俺の周期旅行。まあ、この後もまたセミナー行って突撃すれば。そうですね、今後も、はい、月水金あそこのオフィスでセミナーやってるみたいなんで、はい、お見送りするか。うん、はい、さようなら。フォーエバーグッバイ。バイバイ。バイバイ。仲間外れ。お疲れ様です。
気をつけてください。気をつけてください。ホモさん、アイラブユー。うぃー、怖い。変態。ハハハ。まあ、今まで3回ガツガツ突撃してて、ああ、まあ、4回目こんな柔らかく、めちゃくちゃ柔らかくフレンドリーに突撃してですね、現時点で動画が出てないから、はい、あいつらもこういう優しい表情をするなんてこともこれで最後だ、向こうがしてくるのかもしれないですね。逆に柔らかく対応するとあんな感じでやってくれるんで、まあ、それもそれで新しい一面が見れるのかなと、まあ、CEO にもちゃんと突撃しましたし、はい、そうですね、まあ、今日の第一の目標 CEO 突、成田さん来てよかった。よかった、普通に楽しかったし、楽しかった。撮影しながら観光できて、ついでに撮影て最高じゃないですか。うなぎごちそうさまでした。いえ、あの後でしっかりあのカメラの外のところでお金請求するんで怖い視聴者さん助けて